竹中合宿2日目、今週末はね若葉主催の、大会やっていて賑やかな菅平です。この数日ねずっと気温がパキッと冷えて昨日も最高の晩だったんですけど今日もねきっといい晩が期待できます。じゃあ今日も行ってきます。セッティングが終わりました。今日もねホール番予想通り最高の番に仕上がっております。これからね滑っていくとどんどん上の、雪が表面が削れて下のアイス板が出てきてくれると思います。今日もね張り切ってトレーニングしていきたいと思います。セッティエクササイズみちかさんタイミングね、タイミング打ち手を置いたまま体が落方向に向いていく。さだちゃん、打ち手離さない、打ち手を置いたまま、そう前半で動きを作って後半で戻していく。ゆっくんさん打ち手を置いたまま、打ち手を置いたまま、外手が深く抜いて外手が浮足に触ります。山ちゃん、タップしに行くタイミングね、開いたままじゃなくてそこからすぐ動きにつなげていける。山田さん、骨盤の向き、このタップのエクササイズで外に向く右ターンの動きで内側に向く左ターンの動きを、ね、少しでも落下方向に向けれるよ。はい、めいちゃん、ターン前半でタッチ通り過ぎたらもう戻していく。動きずれていくとどんどん下になるからね。ロムさん、両手を両膝に戻した時に落下方向に体がもう少し落ちてくるといいな。チンコさん、打ち手を膝に、内膝に置いたまま、そう体落下を内転していかない。今日も菅平はたくさんのレーサーたちでいっぱいです。3コマ目トレーニングはポール番4番レーン1番ね最初の5ターンシャドウがあるところです。皆さんここのねアイスバーンをしっかり縦に捉えて動きを作っていけるか、午後のトレーニングこれもねしっかりやっていきましょう。朝から2コマ滑ってかなり磨かれてるので、あの表面のねアイスバーンが出てきております。でアイスバーンを戦うには、はい、昨日からやってる股関節のエッジを捉える位置っていうのは確実に必要になってきます。でこれがちょっとでも外れたり後傾になったり、あ硬いからって引けちゃうともうスキー横に振るしかなくなってしまうので、
スキーを縦に落としていく勇気を持ってください。でその勇気を出せれば出せただけスキーは反応してきてくれます。はい、膝が外に開いたりお尻が後ろに行くと膝逆に外に広がっていきます。で内側にちょっと閉じたくなってくるような重さの乗ってくる感触つかんでください。アイスバーンなんでやっぱ動きを正確に作って、でも今キーさん良かったよ、良かった良かった。そうで、この股関節の傾き可動域を作って深さを作って、でエッジが接面捉えた時に捉えた力でお尻がこうやってぶれない、ずっとこの位置に続けてます。そう、この感触を体に覚えさせてください。おいめいちゃん、そうやればやっただけ体に刺激が入るから、そうほらめいちゃんお尻ずれるよ、内側にいたまま、内側にいたまま、そう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 、アイスバーンに対応できるエッジの捉え方。でエクササイズ後、今日はエクササイズがいっぱい入ります。そう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 、ではじゃあ皆さんもこの今やったね動きがしっかり出せるように、はい、しんこさん、はい、行きましょう。ヒロムさん行きましょう。今エクササイズで出せた内足の向き、トップが開かないように、そう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 、そうそうそう、はい、山田さん、あ、そう動きはね良くなってきて、お尻がやっぱちょっと回っちゃうな。そうこのキーさんのね1キモ目から切っていく動きいいんですよ。そう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 、ただちゃんチャレンジ、はい、いきましょう。そう一番上から初です。そう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 、あ、うん、今までよりもエッジの噛み方は少し出てきました。はい、ちかさん動きを作ってあげる、そう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 、内側に持ってかない、あ、かぶっちゃったな、大きくなったよ。今のエクササイズの動きでスキーの反応だいぶ変わってきました。そうだからその違いをねキャッチできるように、はいはい、じゃあ皆さんコースエビ入れて最後ラスト1本集中しましょう。ほらタダちゃん良かったでしょ、ちょっとスキーのエッジの重さ感じたでしょ。そう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 、それをもうちょっと入れられるとスキーが今度ずれなくなってくる、うん、そうですそうですそうです。最後エクササイズ入れてから皆さん滑り一気に強くなったので、このラスト1本もまとめていただきたいと思います。
ラスカカ、このアイスバーン最高のトレーニングバーンで、ね、ラスト1本が皆さん今日一番いい滑りだったんで、この2日間の、ね、やってきたことが実際に滑りに出せた皆さんのラスト1本素晴らしかったです。そしてでは皆さん2日間お疲れ様でした。最後の2本が抜群に良かったですね。で、あれそうで、もちろん、ね、なかなかやっぱ変化って感じ取りにくいんですけど、まあ、自信を持って自分が今取り組んでることがちょっと今は反応違ったなっていうところを自信を持ってほしいんですよね。でそれを見過ごしちゃうと、せっかく成長のチャンスが見逃してしまうことになるので、で今日コース日前の1本と最後のラスト1本っていうのは、皆さん自信を持って今日この2日間で一番いい動きができてました。でラスト1本はビデオ撮ってるので後でお渡しします。はい。でね、ただね、2日間でなかなか短い時間でしたが、得るものがあった2日間になって私も嬉しいです。はい。では皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。